僕は慶応薬学部出身ですが、通行人の女子にセクハラ質問をした受刑が永久追放されました。この他にも僕がうまいと思う炎上系は、建物や高額なものを粗末に破壊する系、通行人に学歴よく赤い T シャツの不審者系、唐揚げ屋とビルを大炎上させ3億円を売る系、シュベネタを連発して海外から日本人の評判を下げる動画ありですが、不景気の今後 YouTube もテレビと同じコンプラになるんでしょうか。純粋なコンプラでいくと、多分テレビより YouTube の方が厳しくなるし、実際にはもう厳しいんじゃないかな。結局テレビってその社会性とか、一応社会の好機であるという捉え方をしているので、報道とか中立性というものを求めたりするんですよ。だからなんか政治系の番組をやろうってなると、必ずその与党と野党両方の人も置くし、アナウンサーも中立でなければならないとかっていろんな縛りがあるんですけど、 YouTube ってそれ全くないので、なので別になんかこの政党すごいっす、他の政党クズっすとか言っても何の問題もないんですよ。なのでそのなんか政治的的な面でいくと YouTube って自由だよねと思われがちなんですけど、テレビって別に状況によって乳首が出る分には何の問題もないんですよ。だ例えばじゃあ映画でその乳首が出る映画とかって普通に流してるわけじゃないですか、9時から11時の間に。でも YouTube の場合って男性の場合は割と許されるんですけど、女性の場合乳首が出るとほぼアウトです。なのでそのじゃあなんでそうなってるかっていうと、基本的にはそのアメリカの年齢制限ルールというのがあって、アメリカで例えばその F から始まる単語を言ってはいけないというルールがあるんですけど、そういうのを言ってしまうとアメリカじゃなかったとしてもルールによってその広告が剥奪されたりっていうのがあるんですよ。テレビというのはあくまでその社会の好機という面もあるんですけど、 YouTube というのは完全営利企業なので、スポンサーの広告を出すために YouTube というのは存在しています。まあ一応そのなんかこう YouTube プレミアムとかでユーザーが払ってるお金もあると思うんですけど、多分基本的にはもうスポンサーのために存在している、まあ、ウェブサイトなので、なのでそのスポンサーが全くいなくなるような動画というのは YouTube にとっては害悪でしかないんですよ。例えばその政権放送みたいなのって、まあ、スポンサーつかないし広告もつかないと思うんですけど、でも YouTube にとってはその政権放送みたいなものがあったとしたら、それはなんか人が見ることによってトラフィックが発生してサーバーのコストもかかるにもかかわらず、スポンサーが一人もつかないので、単なるマイナス赤字案件でしかないんですよ。なので基本的にはそのスポンサーがつかないようなものはバンバン削除するし、テレビとかの場合は割とその基準がはっきりしてるので、こういうそのなんかコンテンツは良くないよねとか、じゃあこれはどうなのっていうのがなんか B なんとか C っていうなんかテレビなんとか委員会みたいなところでこう話し合われたりとかあるんですけど、 YouTube はその基本的には YouTube の広告担当の偉い人がこういうの無理って言ったら、いきなり基準がかかってそういうチャンネルはどんどんバンするみたいになったりするんですよっていうのがあったりして、なのでどちらかというと YouTube の方が厳しい部分っていうのはあるんじゃないかなと思うんですけど、なので基本的にはその広告メディアである以上は広告のクライアントがどうつくかっていうのによるので、クライアントのつかないようなコンテンツというのは基本的にいらないと判断されるというふうに考えた方がいいんじゃないかなと思いますけども、はい。滝沢ガリスはツイッター凍結するのか。僕は慶応義塾大学薬学部出身の無職ですが、最近ツイッター上滝沢ガリスの晒し行為が過激だとして話題です。個人的には小中高生がいじめの被害を受けても学校教師が隠蔽し、社会人が理不尽な被害を訴えても、警察が加害者の実況を守り、電車内で不審者に遭遇してもどこから動画を撮って悪意に送るしかなく、ツイッターに悪事が拡散され救われた人もいるので、滝沢ガリスは日本政府よりも仕事をする本当の警察機関です。皆さんと県の視聴者は滝沢ガリスをどう思いますか。何らかしらの法に触れないような行為というのを社会の人が目にすることで、あ、これは直した方がいいよねというのが起こり得ることというのは、僕は割と良いことだと思うんですよ。例えば最近の話でいくと、刺身ちゃんという車椅子の女性が電車内でエレベーター乗ろうとしても乗れないんだよねっていうのの一応動画を開けましたと。本来駅構内にあるエレベーターというのは、その車椅子だったり階段登れない人が優先ですっていうのは書いてあるんですよね。なのでその優先というのが守られていないというのが世の中こういう実態ですよっていうのを知ることは僕は正しいと思うんですよ。まあそれでさすみさん叩かれたりとかいろいろあったんですけど、なのでそれを見たことで、あ、エレベーターってあれ早い者勝ちじゃないんだ、車椅子優先なんだっていうのを知らなかった人も結構いると思うんですよね。なのでそういうのも含めて、その社会に対してそのこういうものがありますよというのを知らせるというのは割と意味があると思うんですよ。旭川の学校でいじめがあって女の子が亡くなった事件とかも、あれも文春とかが報道しなかったら多分世間的にはあんまり知られてなかったと思うんですよね。自殺した後も学校側の方はその加害者側には人生があるんだから加害者を守るべきだよねみたいなこと言ってて、おいってなってたりするっていうのも、多分そのメディアがそういうのを表に出さなかったらわからなかったと思うんですよ。
なのでその、まあ、文春とか新潮がその旭川のやってたんですけど、そういうのやってくれない場合もあるので、なので一般の人とかでもある程度そのいやいやそれまずいでしょうっていうのを社会の目に触れさせるっていうのは価値があると思うので、滝沢ガレソンさんがやってることに価値があることがある場合もあるし、やりすぎな場合もあるっていう話だと思います。やりすぎなのもあると思うんですよ。ただやりすぎなことが起きてるからといって、その滝沢ガレソさん的な行為というのを違法行為として制限するべきなのかというと、そうではないんじゃないかなと思います。モラル教育を強化しないといけないと思います。いくらモラル教育を強化したとしても、その法に触れないようなことでいじめを見過ごすみたいなのは必ずどこかで起きてるんですよね。いくらその人がモラリストだったとしても、別にそういう事件が起きてるっていうのを分かってなかったとしたら、それは困るじゃないですか。なのでそのまずそういう事件があるよねというのを社会が知るためにも、まあ、Twitter で晒すだったり、その文春だったり新潮だったりっていうのは必要なんじゃないかなと思ってる派です。はい。まあ、最近だとあのコラボ問題とかで Twitter で頑張ってるひもざらさんとかいますよね。私人逮捕制度を悪用して YouTube で暴力、脅迫、ヘイト、晒しなど反社会的なことで金儲けをしている連中が大炎上して話題になってますが、それを容認している YouTube にも一番ムカつきます。ガーシーの時もそうだが、たくさん通報してるはずなのになんで殺す永久バンしないのか理解がいない。 YouTube にとっては私人逮捕系 YouTuber がもダンス駅なんか数面の目の話マイナス面を考えたら、殺す永久バンした方がいいのになぜ放置してるのでしょうか。コロアキさんがチケットの転売をしている女の人が、あの YouTube 自体僕見てないんですけど、なんかあの切り抜きを Twitter で見たんですけど、なんか僕が見た時はすでに女の人が走って逃げてる状態で、で走って逃げてる時に捕まえようとして、でその時にあの右足の靴が脱げて、でタクシーが来てタクシーに乗って、ででもそのタク逃げんなって言って、そのタクシーにそのなんかコロアキさんとその周りの人とかが一緒に乗ったりして降ろした。でそれが私人逮捕であるっていう話なんですけど、僕はあれ見てる限り暴力も脅迫もヘイトもなかったと思うんですよね。で、まあ、ただ晒しかどうかっていうのであれば、その転売行為と違法行為をした人の顔を、まあ、マスクはしてますけど、そのモザイクをつけないので晒してやると。ただ現行犯の犯罪行為をしている人の撮影したものをそのまま報道すること自体は日本では合法なはずです。あの普通にテレビの番組とかでも、あの現行犯での人がやりましたとか逮捕されますっての撮影してると思うんですけど、なのであのすでに犯罪行為が行われていてその証拠があるのであれば、それは私人逮捕にも当たるので、今のところその暴力、脅迫、ヘイト、晒しなどのその反社会的行為かどうかであれば、確かに反社会的行為かもしれないですけど、じゃあコロアキさんがやったことが刑法に触れるかっていうと、僕が見てる限り刑法に触れる部分はなかったと思います。あの例えば逮捕の時に、じゃあそのなんか怪我をしました、例えばじゃあ、じゃあ宝石強盗をたまたま見かけました、通りがかったそのなんかたまたまスポーツ長官室伏さんみたいな人が捕まえてこう倒して抑え込みました。でその時に倒した時にその腕をぶつけて打撲しましたとか、その抑えてる時に擦り傷ができました、宝石強盗の方がね。でその宝石強盗が擦り傷ができた、で打撲があった、でこれ自体は確かに傷害なんですよ。ただ逮捕の時には逮捕で必要な範囲内の力の行使であれば合法であるっていうのがあるので、逮捕するときにその引き倒したので打撲をしましたとか怪我しましたとか、もしくはじゃあ服が破れましたとかでも、それは逮捕逃げ逃亡しようとした人を逮捕しようと行為 に付随して発生する傷害事件だったり、服が破れたとか器物破損とかですけどっていうのなので、基本的には合法の範囲内になります。なのでそのコロアキさんの動画を見てる限りは合法なので、むしろそれをなんか YouTube でアウトにするっていう方が結構難しいと思うんですよね。誰かが逮捕をする行為を YouTube 上でアウトにするってなっちゃうと、交通違反をして走ってる車とかをたまたま撮影してる動画とかあるじゃないですか、あれ全部アウトになっちゃいますよ。ドライビングレコーダーとかで煽り運転してましたみたいなやつとかも、煽り運転をしてるから動画を上げてこいつ良くないよねって言って結果としてその人が逮捕されたみたいになるんですけど、煽り運転を明らかにしててそれは、ね、違法行為なんですけど、まだその裁判の判決は受けないじゃないですか。でも現行犯としてその動画内で明らかに法行為してるよねっていう人だったら、じゃあそれを動画としてあげていいよってことになったりするので、なので今のところその僕がそのツイッターで見てる範囲内であれば法には触れてないので問題がないという判断に YouTube 上はならざるを得ないんじゃないかなと思います。